昭和の大スター石原裕次郎。彼の魅力に夢中になったファンは数知れず、ロケ先でよく女学生に囲まれサインを求められたが、彼はサインを断ることが多かった。その理由は意外にもシンプルで、真っ白な紙に名前だけを書くのは試験の答案のようだと考えていたから。彼のこだわりは彼の芸術に対する真剣さを物語っている。